こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。昨今の南シナ海で各国結束して、航行の自由作戦が行われています。日本だけでなく、米英豪南シナ海近隣諸国は一致団結しようとしています。ただ、一国の中国を抑制しようとね。英国もまた、空母クイーンエリザベスを南シナ海に配備するとのニュースが入ってきた。F-35B ステルス戦闘機を、艦載可能な空母になる。米国の、アメリカ強襲揚陸艦と共に、南シナ海での任務に就くことになるだろう。今、世界では、強襲揚陸艦も、足の軽い軽空母として作戦や、任務に当たっている。では、英国クイーンエリザベス空母の南シナ海で、どんな任務に就くのか、詳しく見ていこう。2020年7月14日、イギリスのタイムズ紙は、同国の航空母艦、クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群が、2021年の日米合同軍事演習に向けて派遣される可能性があるとの記事を報じた。イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスは、同型艦のプリンス・オブ・ウェールズと共に、現在同国海軍が運用する水上艦艇として最大規模を誇り、イギリスのアジア重視の方向性を伺わせる。アメリカの大型原子力空母が構成しているような複数の艦艇を随伴する空母打撃群として派遣される見込みだと伝えられており、同艦を含む8隻以上の一大艦隊での航海になるとの見通しだ。この内訳は、クイーン・エリザベスもしくは、プリンス・オブ・ウェールズにフリゲート艦2隻、駆逐艦2隻、攻撃型原子力潜水艦1隻、輸送船2隻の編成ではないかと見られている。これは、アメリカの航空母艦もそうであるように、クイーン・エリザベスも、次艦を防衛するための兵装もわずかしか備えていないため、艦隊の防衛を行うのはず違反する艦艇の役割となるからだ。クイーン・エリザベスは、基準排水量が4万5千トン、満載排水量が約6万8千トン、全長が284メートル、全幅が73メートルの艦容を誇り、通常動力型航空母艦としても、世界最大規模の艦艇の一つだ。航空母艦としての艦載機は、短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード。マーチン社の F-35B ライトニング2戦闘機であり、最大で同機を48機。常時は、その半分程度を運用すると見られている。ただし、近年のイギリス海軍に、往年の世界最大の海軍国として君臨していた面影はなく、深刻な軍事予算の不足もあって自国所有の、F-35B ライトニング2戦闘機だけでなく、アメリカの同機との共同運用も、囁かれる。これは、12機の F-35B ライトニング2戦闘機対応1ユニットずつ、イギリス空軍とアメリカ海兵隊とがシェアし、クイーン・エリザベスを、共に母艦として使用するもので、クロスデッキと呼ばれている、英米相互共有の運用手法だ。
イギリス側のメリットと考えられるのは、戦機を自国で用意する初期費用や、搭乗者の育成にかかる時間や費用を極力抑えながら、クイーン・エリザベスの艦載機キャパシティの確保を図れることだろう。一方のアメリカ側からしてみれば F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機とするのは、全通艦板を備えるとはいえ、スキージャンプ式の発艦設備は持たない強襲揚陸艦が中心のため、同機の効率的な運用が目的かもしれない。また、アメリカは F-35B ライトニング2戦闘機を強襲揚陸艦に搭載し、軽空母のように運用するライトニングキャリア構想を進めているとはいえ、その最大艦載機数は20機前後と見られ、クイーン・エリザベスよりはるかかに少ない。こうした両国の F-35B ライトニング2戦闘機をめぐる思惑が一致した結果が、クイーン・エリザベスを両国で母艦に使用するクロスデッキ運用の大きな推進力になっているのではないかと感じられる。また、軍事的な観点だけではなく、政治的な観点から見れば、米中の貿易戦争や新型コロナウイルスの問題、また、かつてはイギリスの植民地であった香港への中国政府の弾圧の強まりをイギリスが懸念していることも、大きいだろう。日本でも、同様に、中国が自国経済に与える影響の範囲は大きく、どちらかといえば、これまでのイギリスは、表面上はともかく、実態としては、中国に寛大な政策を実行してきた状態と思える。それが前述のようなアメリカと中国が全面対峙する状況下で、ようやく、イギリスも反中国の姿勢を鮮明に示すことになったのが、クイーン・エリザベスのアジア、太平洋地区への派遣という動きに見える。一部の報道では、クイーン・エリザベスの派遣は、2021年の日米合同軍事演習だけに止まらず、ある恒常的に対中国政策として継続される可能性もあるという。これが事実であれば、第二次世界大戦以後、1970年代にはスエズ運河より、東の地域に自国の軍隊の恒常的な展開を終えていたイギリスが、実に半世紀近くの時経て再び軍を派遣することになると言える。イギリスは、かつての植民地であり、同国の連邦加盟国である。オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールのアジアの国との間に5カ国防衛取り決めと呼ばれる相互の安全保障体制を継続している。5カ国防衛取り決めは各国の防衛力の整備とイギリスの相対的な小国化の進行で、1988年頃までには、徐々に縮小傾向にあったが、1997年の香港返還と、
その後の中国の台頭から再びその枠組みを各国ともに見直す動きがあるようだ。こうした5カ国防衛取り決めを締結していることもあり、仮にクイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣が恒常的になる場合には、マレーシアやシンガポールの港を母港化するものと思われる。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海自が誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を、日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には、海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルと共にアメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、海上自衛隊から護衛艦ムラサメと潜水艦イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、
敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーンエリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセットリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を改修し F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。ただし初艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより出雲、加賀にとってはアメリカの強襲揚陸艦での運用の方がより近いと言えるかもしれない。 F-35B ステルス戦闘機についてはその短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし、同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想的たる中国海軍の弱敵網を超える作戦行動が可能だと召され、
数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに、今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し、F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方、アメリカ海軍の原子力航空母艦は、現在の主力の F-18 戦闘機に変えて、F-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも、すべての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と、F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。